ゆとり世代とは、ゆとり教育を受けた世代のこと。ゆとり世代については明確な定義、範囲はなく諸説ある。詰め込み教育による落ちこぼれと白落学力問題の反省から大幅な学習量の生前と思い切った授業時間の削減が行われ、1980年度にゆとりと充実を掲げて、教育方針を掲げた学習指導要領を。を 1992年度に新学力感を掲げた学習指導要領、そして2002年度に生きる力を掲げた学習指導要領が施行された。1980年から全面実施された学習指導要領の改定では大幅な学習量の生鮮と思い切った授業時間の削減が行われた。しかし学力低下の不安から小学校は二千十一年度、 中学校では2012年度、高等学校では2013年度から、学年進行で、学習指導要領の再改定が実施された。この改定後の教育はマスコミから、脱ゆとり教育と呼ばれている。1980年度学習指導要領以降、学力低下を危惧する声が出始め後に、ゆとり世代と呼ばれ始めた、日本の教育がよくわかる本では、詰め込み教育世代と、 ゆとり教育世代に分けたとき、1980年の学習指導要領改定を論拠として、ゆとり教育世代には、当時30代から40代も含まれると指摘している。さらに、1980年から学校教育を受けた世代こそ、ゆとり世代の草分けともされている。また、ゆとり世代は1966年4月2日から2004年4月1日生まれと、 する意見と1987年から2004年生まれとする意見がある。学習量削減から20年が経過した2002年度に施行された学習指導要領をはじめに受けたことになる1987年度生まれの世代をメディア等でゆとり第一世代と呼称するようになった。競技のゆとり教育を受けたことのある世代は 1987年4月2日から2004年4月1日生まれである。令和2年現在において20代から30代前半の若い世代のこととする意見もある。ただし、文部科学省はゆとり教育との言葉を用いてはおらず、マスコミによる造語である。なお、年代区分には諸説があるが以降は特に記載がない場合、1987年。 生まれ以降に関する内容である。1986年にバブル景気が起きたが1992年に崩壊し、アジア通貨危機に伴うゼロ金利政策や戦後初のデフレ宣言が出された。2002年2月から2009年3月にかけてイザナミ景気が起きたもののリーマンショックに伴う不況が発生し、ゆとり世代の就職活動に影響を与えた。 このようなバブル経済崩壊の後に、長らく続く、経済停滞の風潮を受け、戦後の経済成長期の世代と比較すると堅実で、安定した生活を求める傾向があり、流行に左右されず、無駄がなく、自分に心地いいもの、プライドよりも実質性のあるものを選ぶという、消費スタイルを持っている。また、結果を悟り高望みをしないため、この世代は、悟り世代とも呼ばれている。 2006年から2008年にかけて一時的な景気の回復により2006年から2009年に卒業して就職した者には売り手市場の恩恵を受けた者もいるがサブプライムローン問題に橋を発する世界金融危機などの要因による急激な景気悪化により1987年度生まれ周辺の就職状況は厳しくなった 特に大卒の就職率は前年比で7.6%という大幅減少で60.8%であった。読売新聞社の調査によれば、このような就職状況の悪化から2010年大学卒業予定者だった約56万8000人のうち約7万9000人以上が就職留年を選択している。また、 2011年3月に東日本大震災もあり、マスコミによっては、超氷河期、超就職氷河期などと表現する人もいる。また、その時期に就職活動を行ったゆっとり第一世代をリーマンショック世代と呼ぶこともある。しかし、 就職率は2010年卒以降増加しており2014年卒は69.8%となり2018年卒は77.1%にまで上昇した。なお、非正規雇用の問題がある中、2012年卒から就職率だけでなく正規雇用なのか非正規雇用なのかも調査するようになった。二千十二年卒の非正規雇用の就職率はント。 2018年卒は3.0%であり、減少傾向にある。また、学生調査においても、就職状況が厳しいと答える学生が過半数では、あるものの、楽だと答える学生が年々増加しており、2014年卒の学生は33.9%が楽と答えている。また、 人事担当者による調査によると、2011年卒や2012年卒までの就職状況では、氷河期と答えている人が多かったが2015年卒の就職状況は、氷河期と答える人よりも、売り手と答える人の方が多く、逆に人手不足が問題となっている。以下、留年、浪人等のない場合の学歴別就職率である。 1987年度生まれは、留年、浪人をしなければ、2003年に中学を、卒業2006年に高校を、卒業2008年に専門、短大を、卒業2010年に大学を、卒業2012年に修士を、卒業2015年に博士を卒業する。ここでの就職率は、卒業者のうち就職した者の割合であるため、 進学率の高い高卒は就職率が低い。また、男女比は学歴によって格差があり、高卒、修士卒、博士卒は男性の方が就職率が高いのに対して、専門卒、短大卒、大卒は女性の方が就職率が高い。就職表がきゆとり世代が就職する頃、企業によっては会社の形が少し変化するところもあった。 会社によっては英語を公用語にしたり、外国人の採用を増やしたり、3年以内起卒者を新卒と扱う動きなど、企業や採用のスタイルが変わりつつあった。就職活動も大きく、流れが変わり、採用時期が大きく変化し、インターンシップも活発となった。1995年に PHS が登場し、1996年にポケットベルが流星を迎え、 2000年前後になると、携帯電話やインターネットが普及し、メールをはじめ SNS を利用したコミュニケーションツールが発展した。このような変化の中、学生時代からインターネットのある生活環境の中で育ってきた世代をデジタルネイティブ世代と呼び、橋本義明はパソコンでインターネットを活用した76世代、携帯電話で活用した86世代。 クラウド環境での集合値を活用する96世代に分類している。日本の出生数と合計特殊出生率。1947年以降。近年、合計特殊出生率は増加しているにもかかわらず、出生数の減少は続いている。1966年の出生数、出生率の急激な落ち込みは日の絵馬によるものである。日の絵馬による 出生率減によって合計特殊出生率が1.58であった1966年よりも低い1.57を1989年に記録したことが1990年に発表され1.57ショックと呼ばれて注目を集めた。また、平成16年版少子化社会白書は子供の数が高齢者人口よりも少なくなった社会を 消費社会と定義し、1997年に消費社会へ突入したと記載している。ゆとり世代の一部が子供を持つ年齢になった2010年代では、少子化問題がより顕著となった。2011年には、第一子出産時の母親の年齢平均が30歳を突破し、2018年現在では30.7歳となった。 合計特殊出生率は2005年の1.26を記録以来微増し2017年時点は1.43となったが出産的齢期の女性が減っているため出生数は減少し2016年には年間の出産数が100万人を割った2017年時点での母親の年齢階級別の出生数では30から34歳が 最も多く345,419人で、あるが、25から29歳が249,33人、35から39歳が216,938人と、30から34歳以外での出生数も多く、20から24歳も79,264人、40から44歳も52,101人と、少なからずいる。そのため、 7割がママともパパともとの年の差ギャップを感じているというアンケート結果もある。1992年9月12日に毎月第2土曜日が1995年4月22日からは第4土曜日も休業日となり2002年度から学校完全週5日制に変更された。ただし2010年代になると学校や自治体の権限によって 土曜日の授業が復活したところもある。2006年から大学入試の基準が変更となった。センター試験ではリスニングが追加された。また、薬学部薬学科が6年生教育となった。学力低下の不安の煽りを受け、学習塾への通塾者が増えたり、私立の中高一貫校を中学受験した者が増えた。ほか、2007年には全国学力、 学習状況調査が導入され、地域によっては学力改善のための教育を学校や自治体独自で取り組むといったもことも行われた。通知表等は相対評価ではなく絶対評価であり、生きる力を重視する教育方針を継続している。いかにゆとり教育前の教育、ゆとり教育、脱ゆとり教育の移行措置教育、脱ゆとり教育のそれぞれの学年での授業時数を 示す。私立学校ではこの限りではない。また、公立学校においても、必ずしも、上記の状態であったわけではない。ゆとり世代の PISA の結果は、以下の通りである。順位の下落が問題となったが、参加国数の増加、各国の教育水準の向上などにより前の世代との単純比較はできない。PISA2003 及び PISA2012 では、 問題解決能力も実施され、PISA2018 ではグローバルコンピテンスが新たに導入された。PISA2000 から PISA2012 までは筆記型調査であったが、PISA2015 以降はコンピュータ使用型調査に移行した。一部の国地域において筆記型調査に加えて、PISA2009 ではコンピュータを使用した読解力調査、 PISA2012 ではデジタル読解力、デジタル数学的リテラシーが実施された。また、点数に関しても全数調査ではなく標本調査であること、順位間で有意差がないところもあることに留意が必要であり、考慮した最低順位の結果は以下の通りである。1、PISA2009 のデジタル読解力は4位。 PISA2012 でのデジタル読解力は4位、PISA2012 でのデジタル数学的リテラシーは6位であった。2、PISA2018 のグローバルコンピテンスは文化的多様性に対する価値観を一つの指標で順位付けされることを懸念し、参加を見送った。次回については参加を検討している。PISA2003 以降参加国、地域、 PISA2006 以降参加国、地域、PISA2009 以降参加国、地域、資料、OECD 生徒の学習到達度調査、ありがとうございます。